本当は普通のただの女の子なんです。分かってますよね。はい。でもプロデューサーさんはナナを見つけてくれて、一緒にナナの夢を目指してくれて、だからナナは今のナナのまま頑張っていいんだって確信してました。それでもやっぱり時々不安にはなるんです。そのナナはちょっとだけ他の人と違うアイドルに見えるようにいろいろと作ってて、でもいいんです。プロデューサーさんが信じてくれれば、期待があれば、ナナは本当にウサミン星から来た歌って踊れる声優アイドルになれます。ナナ、今日からはもう普通の女の子じゃありません。希望でみんなを癒